ープニングで池崎悟というね、芸能人の名前をもじってギャグするんですけど、池崎の瞬発力見せるか、まあ、いつもは用意してるんですけど、あんま言わない方がいいっすね用意してる、今日は用意してないんで、はい、放り込んできたやつを瞬時にギャグに変換してみましょうか。これが芸人ってもんでしょう。はい、タイガー打つ、タイガー打つ、池崎悟、タイガー打つ、改めキャット打たない、あーペシチョコーン、はぁー打つじゃないです、打つです、次ヒロミ、いや池崎さんとのあっヒロミ、改め狭みです、ひどい、おい乗りたけ、お前いいやつだな、おいおい狭み、ぶくちゃく難しいなおい、いいよおい、いいよ狭みだ、俺は、おい、いいよ、ほんとかわいいな、おい、かわいいな、狭み、ぶくちゃく田本さんとかとも仲いいっすよね。田本さん、まだまだ元気、元気、お前ほんとすごい、すごいな、田本さん、ちょっとね、ロミ行こうよ、田本さん、バッシュ、狭い徐々に来るね、いいね、狭みいいな、狭み、やっていきましょう。今日は何ですか。今日はですね、ある企画をやるんですけど、はい、最近思いついて、ちょっと一人じゃできないんで、うん、後輩を呼んでます。なるほど、お願いします。どうもーします。さあ、来ました、はい、絶好調の自己紹介お願いします。はい、リンドカレーインフィニティ太鼓です、お願いします。いいね、はい、小嵐です。あ、小嵐です。いつもね、前度おなじみの小嵐です。はい、いつもあのギャラクシアの方々が、うん、コメントしに来てくれますよ。ああ、嘘、はい、あのだいたい池崎さんの動画見てその内容を告げ口に来ます告げ口バカって言われてましたよやばい、バレてる聞いてます Google ナビ読めないんだから。え、そうですか。小嵐の家に俺は車で送ってて、はい、Google ナビ見ててって言ったら、はい、そしたらなんか次こっち、次こっちって言ってたら、気づいてたら5、6回高速降りたり、降りたり、また5回じゃん、なんなん、5回ぐらいってあれ、いや本当に、はい、でもあれは Google ナビがああしろって言ってましたよじゃあ本当にあの僕がミスったんじゃなくて、こうすごいこうなんか鉢みたいな感じでルートが鉢みたいになってておかしいなと思ったんですよ。でも僕は Google ナビを信じて、僕のいつものルートやったら多分渋滞に巻き込まれたりしてたと思うんです。あれが多分最速です。そんなことない。筋肉バカ、筋肉バカってことですか。筋肉バカ、はい、筋肉バカの意味が分かってなかった怖かった、ね、言葉の筋肉バカってどっちやったっけと思って、褒められてんねやったっけ褒められてるわけないじゃん。喜ぶべきか怒るべきか分からん。めっちゃ怖かったっすわ今なんか喜んでそうだったから、そう表情がちょっと嬉しそうだった。あれが筋肉バカだよじゃなかったもんね、の顔じゃなかった、はい、褒められた時みたいな。じゃこの3人ってことは、はい、電流やるってことですか。いや今日はね、電流じゃないんです。あ、え、電流じゃないですね。一個やりたいことがあって、はい、激辛、あ、はい、激辛はやるんですけど、あの、あれ知ってますか、子供の時の遊びの棒倒し、お砂に棒を立てて、はいはいはい、みんなこうやってじゃん、はいはいはい、あれを激辛カレーでやりたいなと思ってあ、なるほど、うん、激辛をみんなで1個食うの大変じゃん。でも、ああいう遊びの要素を入れてやったら食べきれるんじゃないかなと。え、今日激辛食うんですか。食うで、やだな。で、激辛も急にやれって言われてもモチベーション上がんないじゃん。上がんないです、上がんないです。とかやりたくないです。こう、はい、こうあるでしょ、激辛カレー。はい、あります。で、棒が立ってます。はい。で取っていくわけ。はい、倒れるまで。はいはい。で、食っていくんだけど、はい、倒したやつが、まあ負け。そうですね。倒したやつは残り全部食う。うん。で、勝ったやつにもモチベーション欲しいから、勝った人は、モチベーション
勝った人はこう食った量激辛カレーで棒倒しやると、はいはいはい、ちょっとしか食わなければ、はい、そうそうそう、ね、はい、食わなければ食わないわけじゃん、はい、でそれだと面白くないから、はい、がっつり食べるモチベーションを用意しました、はいはいはい、お、あ、なるほど、はい、そうで誰が何グラム食ったか分かるような状態にして、はい、一番多くアグレッシブに食べた人には1万円差し上げる、でかっ。で俺が一番多く食べたら1万円はあげません。そう、あ、なるほど、ってなる。池崎さんは阻止したいから。そう、あー、なるほど、っていうルール。いかんせん自腹だからいける。1万でかいっしょ。めちゃくちゃでかいっすよ。結構このチャンネル現金くれますね。そうそう、リアルな金額を提供してます。嬉しい金額をね。それでやっと食べるモチベーションが出てきて、そうでしょ、なかったんで今。その代わり積極的に行き倒したら負けるんだね。あ、そうか、すごい楽しくなってきた。そう、めちゃくちゃいいバランスでしょ。めちゃくちゃいいモチベーション上がりました今。で、このチャレンジ、その激辛カレー、はい、何カレーかと言いますと、ココイチの20辛です。今20辛まであるらしいの。前までは多分10辛が最高だった、うん、そう、そうなんですね。最近20辛がね、実装されたので、今から20辛を注文するんですけど、この企画をするにあたってちょっと調べました。20辛、はい、20辛を食べるにあたって、はい、ホームページ見たら、はい、15辛を食い切った人しか食っちゃいけないんだって。よくあります、ね、ああ、なるほど。本当に辛い、本当に食べれない、そう、はい、だから俺も15辛食ったことないから、はい、15辛ないでしょ。ないです。だから今から一旦15辛を食います。本当に嫌です。本当にそれこそモチベーション上がんない。いや、やだやだやだ。ならもう帰ります。マジで本当にやだ。でも、20辛やるんや。15辛は完食。じゃあ15辛でやればいいじゃないですか。え、15辛で。いやいや、20辛でやる。一番上じゃない。一番15から食べなきゃいけないですよ。だって20からできないもん、それ。だってそれはやっぱちゃんとルール守んないといけない。そこまでいってないと思いますよ、そんなにちゃんとは。あー、ダメ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 。それ考えが一番よくない。よくないですよ、ココイチさんに失礼なんですよ。15から15から。みんな3人とも完食していただいて。それ一人でいいじゃないですか、15から食べるのは。ちょ、だってそしたら20から1人しか食えない。そう、みんな20から食うわ。1人1個15から食べるんですか。もちろん。うん、そうか。やだなぁ。ちょっと辛いの苦手なんです。あ、そうなの。あ、俺今日結構ハードだな、うん、何かは言ってくださいよ。いつもは聞かされてないですもんね、僕ら。ほんと電流だと思ってこっち来てるから。じゃあ、というわけで、ね、時間もね、はい、あれですから今から注文します。はい、極み。さあ、というわけで、まず15辛がですね、はい、ここに到着しました、はい、15辛が、俺も初めてです。10辛は食べたんですけど、15辛は初めてなんですけど、はい、開けてみましょうか。すごい色っすよ、これ、うん、これはチーズトッピング。うわ、すごい辛そう。あ、辛そうだね。もう毛穴が開いてるわ。うわ、これ無理やがかも。珍しいですね。なんて言った。無理かも。ちなみに、はい、僕も一緒に頼んだ、うん、何を頼んだんですか。海の幸カレー。海の幸カレー1から1から。ふざけやがって。色がもう全然違います、ね、そう、これではココイチの色。こんな違う。あ、確かに。あ、これだ、これ。これですね、ココイチのカレーってね。そう、マグマみたいな色してるんだ、俺たち。色違いますもんね。マグマ色。いつこれだから、こういうもんかと思ってましたね。いや、ほんまっすね。こんなもん、ここ来てるわ。はい。だからこれ、15辛は、うん、あくまでも20辛食べるためのやつなんで、うん、まあ、もう、さっと黙々と食べる。これなんなんすか、俺。俺、これ食い切んないかもしれないですよ、俺。ゲームに参加できないかも。あとはね、サラダとか、はい、あの食いたい人は食ってください。はい、あ、食べるか。リアクションもいらず。ここメインじゃないからね。そう、メインじゃないから。
んじゃないのがきつい。めっちゃよだれ。すげえよだれ出てくる。もしかしたらどっかで早送りになると。そうそうそう。やっぱギャラクシアの人たちが見たいのはここじゃない。じゃあもういいじゃんここだって。食べましたよ。こっちの魅力から。うーわ。あのね、触ったらわかるけど、すげえドロドロしてる。うわ、色がもう、うわー、マジかー。だって喉にへばりつくでしょ、これ。サラサラで有名なのにね、ココイチってね。はい、こっちはね、すごいサラサラしてます。うわー、うまそう。そっち食べて。これ、ドロドロドロですね。キーマカレーみたいな ね確かに。食ってみましょうか。はい、お待ちください。15から初めてですね、15からね。お、うまいぞ。え、いける感じですか。まあそうなるんですよね、やっぱ。でもベースココイチだから、うまい、うまいのはある。でもカレー、あ、カレー、第3人とも10回は食べたことあるわけじゃないですか。はい、だからそれと比べてどうですか。いや、でもね、大幅に辛さがガッて高くなってるとは思わなかった。あ、後半来る感じ。うん、だから10辛よりちょい辛いぐらいだと思う。てか、あんま覚えてない、10辛を。わかります。そう、10辛を俺もあんま覚えてないんだよな。しかも10辛普通に食べてたわけじゃないですもん。俺は制約と制約で氷風呂で乗り切ったけど、はい、うん、そんな感じ。俺、ナスとエビ、エビも入れたんで、ってことを入れたい。はい、ナスとエビとご飯できます。いただきます。うん、おい。うまいよね、最初ね。あら、えらって言った。辛いや、うまいのよ、最初。あ、これ、めっちゃ辛い。無理だ。ここメインじゃないから。さらっとパクパクっと言ってもらえるタイプ。あ、これダメだ。小林君、僕多分大丈夫だよ。小林大丈夫だと思う。辛いの好きなんですよ。あ、これ。ああ。時間差で来るね。めっちゃと、これ唐辛子じゃないですか。コメントがいいよ。いや、もうカレーの味より唐辛子の味の方が。なるほどね、辛いね。これ無理か。あ、めっちゃ、しかも本当にもう右肩上がりで辛くなっていきますね、これ。そう、一口目むっちゃうまいんだよね。いや、本当に ね、うわ、今一番辛いですもん。うん、でも今俺辛さも引いてる。うん、あ、やっぱこうなるんですね。そう、だから食えるわ。うわ、これ本当に右肩上がりに上がってきます、体が。グーっていって今落ち着く。だから、あ、大丈夫。今辛いのは今だけだから。引く瞬間来るから。でもこれ連続して食うと、うん、下がる間もなく上がり続けるみたいなことになりますよね。そうそう、それもある。でも激辛食うときに一番食い切るための、うん、一番の要素って、うん、お腹空いてることだと思うんですよ。なるほど。何ですか、この人。そんな、そんなことない、そんなことない。もうちょっと続きあるのかなと思った。まだ小嵐君のターンだったから。そう、そこで終わって終わったつもりで続けます。なんかあんのかと思った。もう一旦来ると思う。もう渡されてた。じゃあ俺もちょっと1から1からいただきます。シーフード豚しゃぶカレー。うわ、豚しゃぶカレー美味しそう。いただきます。いいなぁ、美味しそう。あの後のカレーやつ来ないですもんね。全然うまい。美味しそう。うまったか。米うまそう。俺らの米も全部もう終わってるから。地獄米になってる。これ食ってからスタートか。よし、うわ、食おう。もうだから、もうただただ食べるだけですよ。うわ、ん、これろくなことない。
チャンネルろくなことないっすわ。カレー、あ、でもうまい、めっちゃうまいっすわ。いや、うまいっすよ、うまいんすけど、うん、池崎さん、ん、またあの無意識鼻水出てます。あ、そう。もう鼻水辛い時の本人も 気づいてない出てることに気づいてない。マジでうまいね。食えねえぞ。うん、そうか、でもあの寒い時に、うん、ふー寒いってやってるよりも、うん、めっちゃ寒い時、いや寒くない寒くないって脱力した方が寒さが和らぐみたいなのあるじゃないですか。ある。続きくれよ。なんか やりましょうよとか言ってください。だからそれと同じでカレーモーとか来るのかとかあるじゃないですかっつって今あるあるを言ったってことですか。あるあるを言う人ってことですか。あるです。あれよし、じゃあここからは早送りだー。ふざけんなよ。もうこの後コメントしても流れない。くずぶれ食った。お、え、小嵐くん完食。食えじゃん、すごい。で、完食しました。うん。あ、完食したんですか。しました。言ってほしいな。あー、分からなかった。痛い。さあ、というわけで池崎さんもエントリー資格条件をいたしました。よしよし、やりますか。でも、辛さはわかる。すっごい忘れず。恥ずかしいな。太鼓が一番割とベタな。いや、いやつを恥ずかしながらやったら。辛さはわかる。なるほど。そういう人が。優しい先輩が出ちゃった。食った。もういいかなと思ったけど、これ行くんだ。完全ルーだけ。まあ確かにこれで完食って言ったらちょっと怒られるかも。ルーだけ残っちゃったか。ルーをしば。はい。喋ってくれよ。ああ。これで完食でいい。はい。はい。大光くん。完食です。えらい、これはえらいよ。食えない人いるからね、マジで。10辛でもちゃんといきましたね。うん、よし、じゃあ20辛のゲームいきましょう。食えないです。はい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 。おい、え、1辛完食したのか。1辛完食しました。したんかい。あー、辛辛かったですね。15やばいっすね。やばい。これでみんなもう20辛食べる権利は出ました。権利極め。さあ、というわけでいよいよチャレンジというかね、メインの20からいきましょうか。メイン、なんならここまで飛ばした人すらいるんだ。マジで見てください。本当に見てほしい。ちゃんとチャプター分けしときましょう、今回は。いつもしないじゃないですか。そんなことしないでくださいよ。飛ばさせようとするんですから。見てほしいわ、マジ頑張ったもんな。ご飯量あるっすね。多いっすね。やっぱ400だから多いね、はい、こっから本番だ。こっから1万円チャレンジってことですもんね。そうです。1万円でかいわ。でかすぎる。やっぱ太鼓は、はい、ちょうど大変な時期だから。お金が、うん、もう何もないっすよ。バイトもあんまできないし、はい、うん、芸人の給料もあんまないし、うん、みたいな。あ、いいんじゃないですか。お、美味しそうね。こんな感じで。これでやりたい。あ、なんか洋食屋のね、カレーライスみたいな、ね、ちょっと一回軽くさしてみますね。これはあの、マンガ肉とかに
使うあの調理用具です。これをですね、ボートショーの棒の代わりに、はい、この骨を刺します。いや、それ結構重いですよ。結構重い、だいぶ倒れやすくないですか。だからやっぱそれ、ここがやっぱいい駆け引きになるんじゃないかなと。そしてそれがで、これが噂の20からです、ね、20から、すごい量がやばいな。やかっ、混ぜて入れた方がいいな。ちゃんとキットになるように、中国辛よりやっぱりなんかトロトロとか、はい、粘着度という、うわーマジか。中国辛より全然その粘度感がすごいですね。すごいね。さあこれはですね、各自が1こそぎ、1こそぎ、はい、まあ、どれぐらいこそいでいいかはもうそこはもう調整で、で1人1こそぎどんどん順番ずつ回っていって倒したら負けん、はい、倒してしまったら残り1個。やっと全部食う。きつすぎだ。え、これ大盛りっすよね、多分。そう。多い。400だから。400っすよね。うん、20からの400を食べるとこですもんね。で、1ターン目でもし万が一倒れたら、もう1人で400の20から食うだけ。中国食ったってだから。中国食ってんすもん。なんかもう腹的にも自信ってんだよね。量は減らしたいね、みんなで。そうですね。でも一番量を食べたい人は1枚獲得です。うわぁ、そこは攻めたいな。さあ池崎さん、はい、食べる順番、うん、どうやって決めますか。じゃんけんで。じゃんけん、うん、これ難しいですよね。一番最初の人の方が一番量を食えるチャンスは、うん、確かにあるじゃないですか。例えば池崎さん対抗、小嵐くん、池崎さん対抗で崩れちゃったら池崎さん2回食えてるから、うん、有利。確かにね、量的に先の方、うん、だけど、当然崩す可能性も高くなる。確かにね、そっか。だから順番も大事、はい、あと今話聞いてたんだけど、はい、俺ちょっと、俺見間違いからちょっと斜めってきてる。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっと僕の方に来てる。来てるよね。ちょっとね、これは多分ルーが米の中に染み渡ってって安定感がなくなってきて、はい、こっち、あっち行ってる。あっち行ってます、あっち行ってます、完全に。こわ、もうやるか。じゃあじゃんけんね。これなんか何も悪くないのに時間で倒れる可能性あるってことですよね。そうそうそう。うわ、あっち行ってるもん。行ってます行ってます。ちなみに食べ終わったら次の人のターン。そうだね、うん、はい、はい、で食べてる最中に倒れたらもうその人のアウト。はい、絶対行ってるわ。もう倒れるわこれ。始まる前に倒れるんじゃないですかこれ。はいはいはい、最初はグー、じゃんけんほい。最初はグー、じゃんけんほい。はい、行くしょ。じゃあ俺一発目いくわ。二発目。さあじゃあグラムをね、これ測ります。はい、早くしてください。いやいやいや、これ取りやすい。いきます。うわうわ、一発目どんくらいいきます。あ、結構いきますね。ちょ、こんくらいいくわ。うわ、すごっ。結構いった。はい、30g。いや、もうだって見えてきてるもん。いや、もうなんかおかしいっすよ。ちょっともうダメ、ダメってそうでしょ。え、そうそう、こういうゲームじゃないじゃん。棒倒しってこういうゲームじゃないっすよね。さあ、20からどうすか。20から、あれやばい、池崎さんこれ負けるよ、もうこれ、え、僕行った方がいいっすか。え、飲み込んでから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 。食べました。あ、食べました、はい、ちょっと待って、これもやばいっすよ。池崎さんこれ重みが重すぎる。早く、あ、これでいいですか。はい、27g。はい、いきます。早く早く早く、もうやばいやばいやばい、倒れてる倒れてる。ちょっと関係なくなってちょっと太鼓3g。 赤そういう作戦か。明らかに 1万円を諦めた。はい、池崎さん、6g。そう、これ、やばい。これもう倒れる、倒れる、倒れる、倒れる。ちょ、もういっていいですか、もういっていいですか、うん、え、これ、これ倒れろ、倒れろ、倒れろ。あ、やっべ、これ、あ、ごめんなさい、測れました。10g。もう寝てるもん。これも止まる、終わる。
あかん、あかん、うん、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、嘘でしょ、嘘でしょ、ちょっと待って、ひどっ、ひどっ、ね、小原志くん 37g、 おいった、結構いった、い池崎さん、うん、42g、 よっしゃマジですか、1万円死守、1万円死守、もう俺そんなところじゃないこれ多いっすね。じゃ米は食わなくていいよ。じゃこの正面のルーだけ、まあルーだけ、うん、多いでしょ、多すぎるでしょ、シンプルにちょっと量的に無理な気がしますね、はい、そうでしょ、さっきも食ってるから、はい、セフォー倒すのゲームできてなかったっすよ、ね、タイム、タイム、タイムゲームでしたよ、はい、あれをよそったやつが勝ちみたいな爆発する風船大将、そうそう、ドボンみたいな、そう、今回の動画何これ15からの方がほぼですよ。実は20からほぼ食ってないじゃん。でも辛かった。辛かったっす。全然伝わってこない。そう、辛いリアクションとか撮ってる暇もなかったっすもん。で、15からと同じぐらいじゃない、辛さ。いや、全然辛いっす、20からの方が。ちょっともう一回やりますよ。いや、いい。残ったやつでやり直してもらってきます。全然できます。できる。嘘になっちゃう。やらせできますよ。いやいやいや。よくない、 YouTube ってやらせ OK なんでしょ、うちはガチダメです、ガチでやって、ガチでやって、そのルーをかけ直したらこんなのあっという間に出てきます。いい、俺の携帯でも撮ってるから、それはもう俺も証拠持ってる、うちからバラされるかもね、そういうそういうパワーバランスですね。じゃあもう小原しく食ってもらいます。俺か、極みギブアップあり、わかりました、うん、じゃあちょっと正直米は全部食えない可能性があるんですけど、量的にね、ルーだけは絶対食いますわ。かっこいいちょっとカレーの色じゃないですよこれ、なんかラー油みたいな、ラー油みたいなね、染み込み方してますね。マジかこれ食ったら1枚もらえるんですか。じゃあもらえないです。それもらえないですグラム数で池崎さん勝っちゃってるんで。そうか、でもお願いしたらいけんじゃないですか。どうですかね。いいよ。え、マジっすか。じゃあ5000円。え、マジっすか。趣旨変わってるなちょっとでもそれは食い切るモチベーション出ましたね、うん、なんか俺食ってるからこの辛さが分かるから、はい、やっぱ賞金ぐらい出したくなっちゃってる俺。なるほど、大子、うん、それだったら俺はチャレンジしたいっすわっていうのもあるけど、うーん、大丈夫ですもう本当に食べれないっす。大丈夫ですか。もう十分ぐらいね。小原君これ完食したらいいんですか、うん、池崎さん。いいです、もちろん。5000円。5000円。企画の趣旨大丈夫15から食ってるあたりでもう訳分かんなくなっちゃってる今回ブレブレ極み。じゃあいきます。はい、うわうわ、うわ、すげえ、すごいな、本当に辛かった。マジで、いや、マジですごいわ。すごい、すごっ。なんで食えんの。すごいわ、早っ、すごいペース。5000円で吸収のいいプロテインを買いました。一人で棒倒しゲームやってるみたいな。今が一番棒倒しっぽい。一回も辛いって言ってる。感想欲しい。感想欲しいんだよ。分かる。20から一番食べてる人なんですか。そうそう。素晴らしく。その20からの感想がやっぱ。うん、
ぐらい辛いかとかね、食レポみたいなのも欲しいけど怒ってる、辛すぎて怒ってる、睨みつけるというただただ睨みつける、言えるわけねえだろって睨みつける、感想なんて後でいくらでも言ってやるから黙って見てろっていう顔してる、うわすごい、スピードなんだよな激辛ってな、結局すげえ、マジですげえ、もう食い切ったわルー、いいよ、うわすごい完食です、何この企画コラスさんが二十辛を溜まってくる、何これ何だったん今日ちょっと今までで一番わけわかんないいやわけわかんないね、面白かったら面白いんだけどわけはわかんなかった食い終わった後苦しいんだよ違う汗がすごい。違いますね、中国と。違う、違う、違う。それを食ってる最中に言ってほしい。それを食ってる最中に言ってほしい。やばい。やばい。これでも、作戦の勝ち。作戦の勝ち。作戦勝ち。作戦勝ち。作戦がいたとか言ってた。作戦の勝ちって言ってた。だって、コロシ君、できれば、バラエティなんで作戦で勝たないでほしいスピードスピード5戦欲しかった作戦はもう辛さ来る前にとにかく食う、はい、スピードもうちょっと賞金を持ってきますください、激辛の仕事来ませんかね、いや来ると思いますね、来てもおかしくないかなと、はい、思いますけどね、おかしくない、作戦で食ったら無口食い無口食い作戦無口食いそれはもう激辛の仕事来ないなんでですか、いやそれはいろんな攻略の仕方をするタイプがいるんだけどやっぱテレビとかで激辛の仕事をもらう人ってリアクションみたいな、無口食いはね、無口食いはもうただただかっこよかった、食えばいいんじゃないですかいやそうなんですけど、あー分かってねえな。もう企画が何だったかはもう分かんないけど5000円あげます。いやでもこれ本当もらっていいぐらいすごい。嬉しいです。俺たちは助けられたよね。小嵐に。はい。嬉しいです。俺負けてたら多分ギブアップしてたかもしれない。うん。これは食えない。ありがとうございます。今日この動画のタイトル何ですよ、これサムネとかどうすげえ、どんなタイトルつけてもサムネ詐欺になる難しいよ、確かに、うん、いや今回ですね、15からと20からを無事、はい、食べきれたと、そうですね、小嵐がすごかった、本当にすごい、うん、でもこれやっぱ、うん、ちゃんとしたゲーム見たかったって人もいると思うんですよ、うん、確かにね、だから後日ルール整備して改めて、いやいい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 ですね、いいやめてください、望むところです、なんでやりたいなんでやりたいですかやりますよ、いいというわけで今回以上なんですけど、これを見てる激辛関係者ぜひ小嵐に激辛仕事をください、ください、作戦で勝ちますんでそれ言わない方がいい、作戦使わないですって言った方がいい、絶対にもう一瞬で食い切るんで一瞬で食い切ってほしくないから、ディレクターは無口で一瞬で食い切られたら仕事来ないからワンターン目で食いますけど初めて見たらかも激辛を無口で早く食い切れちゃう一回は、一回はやんだからあー辛って言うから一瞬で食いますすごいなこの人、お仕事待ってます。お願いします。はい、この機会にチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。ポチッといいねちょうだい。